ケチラケチラ。なんだね。佐久間大介が導いているスノーマンじゃん。いるね。滝沢歌舞伎の稽古がこの前初日だったんだけどさ、おお。さっくんが初日からブチ切れたらしいんだよ。どうして？まず滝沢歌舞伎ってそもそも歌舞伎じゃないじゃん。うん。それに対して演出の滝沢に噛みついたらしいんだよ。いい加減ちゃんと歌舞伎をやりませんかってね。おお。滝沢も滝沢歌舞伎を歌舞伎だとは思っていないからさ、うん、何を今更言ってんだってなだめたけどさ、お曲がったことが大嫌いなさっくんは怒りが収まらずこう言ったんだよ。お世間では笑ってはいけない滝沢歌舞伎って言われているんですよって言ってしまったのね。そして滝沢歌舞伎って名前がそもそもおかしいから、うん、佐久間歌舞伎にしてほしいってさっくんは提案したんだよ。お滝沢もさすがに切れて、お前みたいなチビに務まるわけねえだろチビチビってコケにされたんだって。さっくん大好き。